令和6年4月5日、ザ・ Q&A メンバー限定ライブその1です。さあ、さやさん、ここでは？はい、今週のアングリー平井。はい、今日のお題は、また今日もですね、再エネが語りきれないんで再エネ利権パート3でいきます。まだ4、5と続くんですけど、前回もかなり濃かったけど、まだまだ掘り足りない。掘り足りないです、まだまだある。じゃあ徹底解説を今日も、はい、やりましょう。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします、はい、じゃあ、スクリーンの方をお願いします。まずですね、気候変動は金儲けの口実だよという、これは前回散々話したんですけど、今回から見る人もいるでしょうから、ちょっとね、基本的なところをおさらいします、はい、まずですね、このフィット制度っていうのがありますと。これはですね、20年間、この40円からスタートしたんですけど、40円で契約した人は20年間、固定価格で、太陽光発電所とか風力発電所から電気を買い取りますよっていう制度で、ここの、この儲けって書いてあるところですね、この儲けって書いてあるところの、は何かというと再エネ賦課金なんだということですね。つまり東京で言えば東京電力がメガソーラーから買うわけですけども、このメガソーラーの儲けの分っていうのは再エネ賦課金なわけですね。ということは東京電力は損しないわけです、で儲けは全部再エネ賦課金で、我々が負担していると。まずこれを頭に入れて、それから新しいのでフィップ制度っていうのがあって、これはプレミアムって言って、その市場価格にもうちゃんと儲けの分を乗せて儲け保証型の、買取制度、これを今入れてますと。めちゃくちゃです。でこの固定価格買取制度と、これはフィットって呼んでますけど、言いましたように20年間固定価格で買い取らせる制度ですと。で、そこで問題になってくるのは、今言った儲けの原資になるのが再エネ賦課金というもので、電気の利用者は全員が負担していると。つまり一種の税金ですよね、電気税みたいなもんなんですけれど、しかもこの税金を税金の場合はね、徴収されればいろんな用途に使うけれども、再エネ賦課金の特徴は我々からの、我々電気利用者から再エネ業者への贈与に 100% 使われますということなんですね。目的税みたいなもんだ。はい。で、再エネ業者利益目的税みたいなもんですね。そして、ここでもう一回復習ですけど、電気料金に再エネ賦課金が乗せられて電力会社へ払ってると。なので、強制徴収だから贈与なんだよということで、再エネ利権への原資だということですね。でこれも前回とあると復習ですけど、再エネ賦課金は右肩上がりで、2023年度だけは、ウクライナ戦争で原油価格の高騰などがあったんで一貫下がったんだけど、また元に戻ってますねとね。この4月から、3.49 円だ。さっきの電気価格料金プラス再エネ賦課金でしょ。そうです、そうです。この電気料金っていうところだって別に原価じゃないでしょ、そうですよね。ここにもだからある程度当然プロフィットが載ってるはずでしょ、これは東電の取り分なんですよね、で東電が高い分を買ってるところへの補填が再エネ賦課金だということになるわけですね。でどんどんで、さっきのこの前も言いましたけど、今この前も言いましたし、今回もあれですけど、再エネ賦課金は方程式がありますねと。で今回はウクライナ の戦争がね、一服して、2023年度に見たような原油の高騰はないだろうということで元の3円台に戻ったよと。で、だからまとめるとですね、再エネ賦課金、強制徴収で取られてるから税金のようなもんですけど、知らない人も多いと。で贈与だよと。で、スタートの時は40円だったんですね。で原価は10円だから30円ぐらい儲かる。で具体的に比べてみたのが一番下なんですけども、2023年度は6720円が年間の再エネ賦課金だったんですね。はい、約500円
500円ですね、500円強ですね。でそれが、来、まあ、今年度は 16,752円ということで、どれだけ上がる、倍以上なんですよこれ。何ですかそれ。1万円以上なんです。こんだけね取られてる、上がるんです。ちょっとこれ怒りが今更ですけど湧くでしょ。湧きますね、うん、しかもこの間山岡先生おっしゃってたように、うん、ランニングどんどん回していけばどんどん価格は下がっていくのが、まあ、上がるんです、ね、上がるんです。それわけわかんないです。これもう一回後で説明しますね、うんうん、でこれに対してですね、私が、このポスト見てくださいね、ちゃんと島田さん回答したんですよ。再エネ議論は年間5兆円と言われ、これ6000いくらの時に5兆円ですよ、うん、がそのうちの 2,3 兆円と言われる再エネ賦課金の停止を訴えないのは利権なのかと。日本保守党は再エネ賦課金の廃止を主要政策としてるよとポストしたら、島田さんが返事をくれましてね、うん、提言を目指していきます。いやこれやる気ないよねやる気ないよねと。やる気ないけどなんかやっぱりバズったから僕のが、返事が来た、返事を出さねえいかんということで再エネ議連会長からですね直々にお返事をX でいただきました。いやこういう状況なんですね。それでじゃあその結果電気代どうなってるか、ちょっと古いんですけど、2020年の12月だとこの日本はフランスよりも高いと、それからイギリスよりかは安いと。でもまあ大体35円ですね。で中国は10円、ベトナムは11円、台湾12円ということですから、まあ台湾の3倍近い電気代を家庭で払ってるよと。それからもう一つはじゃあ産業用はというとこういうことで、やっぱり日本では 33.56 円ですね。でアメリカは20円、だからアメリカでものづくりすると3分の2です。それから、台湾が15円ですから半分以下、韓国はもう 13.7 だからまあ半分以下ですね。で中国も12円ということで、今工業国で伸びてるとか政策的に産業向けの企業向けの電気代下げてるんです、はい、ところが日本は何にもしてないから、なんていうかな、脱中国とかね、日本への生産回帰が非常に難しくなってる、うんうん、でドイツは一応130円って書いてるんですけど、これはですね実はからくりがあって、まあここに条件があるんですが、ある条件を満たすと、ごめんなさい、はい、ありがとうございます、ある条件を満たすと18円まで、つまり、この太陽をちょっと切るぐらいのところに、はい、まで何ていうのかな、補助金が出てるわけですよ。だからちゃんとそういった産業保護っていうのをやってるんですけど、まあ、無能無為無策な岸田政権は何もしてないということなんですね。で結局これを、まあ、まとめるといつもの図ですけど、まあ、我々は、電気代を再エネ賦課金、ね、電気代に乗せられて徴収してると。で高値で買い取ってますねと。そうすると当然儲かったメガソーラー会社は配当として払いますと。そして、再エネ議連には政治献金とか合法的な、ね、こういうのが行われてウィンウィンの関係になってますねと。そして、どんどん利益誘導していって自分たち の献金が増えますからね。そして大規模自然破壊が促進されると。じゃあ再エネ利権と、じゃあまず太陽光発電どうなってるかなというところでちょっと見てみたいんですけど、お金がすごい待ってますね。すごいですね。なかなかいいでしょう。ちょっと気に入ってるんですけど。センスいいな。でまずですね、再エネ推進の背景っていうのは再エネ村と再エネ利権っていうのがありますと。でいつも出てる再エネ議連、これは2016年の3月に設立されて20人程度で発足したと。で17年10月の衆議院選挙後に、まあ、90人を超えて今は4人に1人が参加していると。で会長はさっきポストを返してくれた柴山さんで、前事務局長は秋元さんって、この馬論で逮捕された方から顧問に河野太郎、菅義偉、今度辞められますけど二階さん、そして麻生太郎、麻生太郎、じゃあ麻生太郎ですね、うん、麻生太郎、うん、から菅さん前総理、それから二階さん今度お辞めになる、それから甘利さん、あと河野太郎デジタル大臣なんかがいる、うん、
ね、いやもう自民党も総力を挙げてやってるってことね、やってるこの、うん、再エネ賦課金にたかってるわけですよね。小泉純一、あ小泉進次郎もここに入ってますね。小泉進次郎入ってます、はい、それでね、じゃあなんでフィットってどん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 ね建前上は下がっていて、今新規参入すると10円ちょっとだと思うんですよ。でもなんで、それがなくならないかというと、今日詳しく話をすると、実はね2014年以前に32円だけでフィットの認可だけ取った事業実態のない業者が 58% も、つまりペーパーカンパニーが約6割弱は、この権利がフィット転がしで転売されてるんですよ。だからこの32円以上の会社を M&A することで権利を買えば、この高い値段でね、今から太陽光発電所に事業に入りたいと言っても、昔ペーパーカンパニーが取った権利が生きてるんで、この安くならない。いつも言ってるんですけど、ちょっと信じられないのが、普通だったらね、何年以内に事業を開始して、うん、きちんとオペレーションできてなきゃいけないとかで、当然条件なきゃおかしいでしょ。事業計画ってものが事業計画ないんですか。事業計画だ、事業計画だけ出したらね、ペーパーカンパニーで取る、発電所なくても出してた時期があるんですよ、フィット認可。でその後ね、実績がなかったら、うん、実際に始めなかったらそこで資格停止っていうルールがないってことですね。なかった。なかった。で今はさすがにそれはね、ひどいじゃないかっていうことで、そういうことはペーパーカンパニーだけだとダメなんですけれど、フィットがスタートした時はとにかくあれですよ、ペーパーカンパニーね、僕がちょっと登記した会社が「はいフィット!」って言って出すと「はい40円で買って20年買ってあげます」って権利が取れた時代があったんです。それであと、それが2014年以前っていうことは、うんうん、その10年以上20年ぐらいその有効期間があるってことですか。うん、ありますね。だからこれを買ってくることで、 今から正直に手を挙げて申請すれば10いくらでしか買ってくれないものが、例えば32円とか36円で買ってもらえるわけですよ。いやだからもう狂ったように、いやそんな権利だったら欲しいです。そうですよ、はい、それでフィット転がしがあるわけなんですね。で、じゃあもう一つのね、再エネ利権の問題点っていうのはこの原状回復費用なんですよ。でこれは実はですね、業者払わない。じゃあどうなってるかというと、フィットに入ってるわけです。つまり我々が原状回復費用を負担してるんですね。これめちゃくちゃ、だから坊主丸儲けスキームなんです。なんか定期借地権みたいのに近い感じですよね。そうなんか現状を更地にして戻さなきゃいけないみたいな。いけないと。だけどその更地、だから我々はさ、定借で事務所借りたら更地にして戻すのは我々が払うじゃないですか、はいはい、誰かがやってくれるんですよありえないでしょ、はい、でそういう仕組みなんですよ。でしかもですね、本来の形っていうのはやはり敷金保証金と同じで、太陽光発電所を作る人がちゃんと第三者が出した原状回復見積もりを元にですね、大家さん、我々がアパートと借りたりマンション借りたりまた事務所借りたりするときに、うん、大家さんに保証金とか敷金を入れますよね、はい、それと同じ発想で、メガソーラー業者が自治体に供託すべきなんですけど、うん、そうなってないよと、つまり原状回復費用を供託することもできないね、財務が脆弱な会社に国の基幹インフラである発電事業への参入を認めてるということなんですよ。だからあとですね、問題なのはメガソーラーに課税する場合ですね、例えば自治体が課税しようとすると総務省の了解が必要なんですね、うんうん、だから再エネ議連が総務省に圧力をかけて止めているわけです。実際に岡山県の美作市っていうところが条例で課税しようとしたら総務省が認めなかったんですね。そういうことが起きてる、はいはい、ありましたね、ありましたよね、はい、だからそれを逃れる、それをじゃあ課税はダメだって言うんだったら供託であれば、うん、多分
なんていうかな、地方自治体だけで条例で決められるはずなんで、それはやった方がいいですねと思ってます。それからあとハイパネルの問題ね。これ2種類あるんですけれど、まあ、シリコン系と化合物系っていうのがあって、まあ、シリコン系っていうのがね、実は 95%、 こっちは 5% なんです。ただここにはものすごい有害物質、セレンとかカドミウムとかこういうのが入ってるわけなんです。じゃあ何枚あるのっていうと、大体1000万枚日本にあります。この化合物系っていうのはね、この推定っていうのは、化合物系、毒物、強力な毒が入っている太陽光パネルは 5% だって言われてるんですね。95% が、やつなんですけども、で、それで、日本全体の太陽光パネルね、今ね、2億枚あるんです。2億枚です。で、2億枚の 5% なんで、1000万枚は、稼働されてると。で、そこの、化合物系の太陽光パネルには、ヒ素、それからセレン、カドミウムが入ってると。でこれは人体に影響を及ぼすだけでなく生態系にも大きな影響を与える可能性がありますねと。でこの、で日本で今2億枚ある太陽光パネルってどうやって処理するんだろうっていう問題もあるわけです。さらに増えてるわけですから、こういう問題あると、はい、それからじゃあ次は風力ですね。風力はどうなってるかっていうことで、じゃあ風力発電所の風車ってどれぐらいの大きさかなっていう話をすると、だいたいこれ青森県の洋上風力発電で270メートルなんです。でだいたい30階のタワマンが100メートルなんで、ね、3つ90階分ぐらい3棟を積み上げたぐらいの、だから丸ビルが200メートル弱ですから、これぐらいの高さなんですよね。東京タワーよりちょっと低いくらい。ちょっと低いくらい。こういったものを作ろうとしてます。で、じゃあなんでこれ風車を、風車がね、そもそも日本に適してんのかどうか、風力はというと、東京大学の公共政策大学院が出してるんですけど、年間設備利用率を見ると、北海道とかね、北東北の日本海を切って 35.4% ぐらいしか利用されないでしょうと。で、洋上風力発電が行われている欧州の北海の海域では 54.6% だと。だいたい 65%。つまり、夏場は利用率が 20% 台まで落ち込むそうなので、このバックアップ電源が必要になると、ここにね、あるとね。うん、ね。利用率って稼働率ってこと？稼働率ですね。そうですね。はい、うん、そして、これはですね、なんでここが差が出るかというと、自然条件の差なんで、これはね、埋めることができないということなんですね。で、逆にですね、この、同じような収益を、欧州と日本で同じような風力発電の収益を得ようとすると、国民とか産業用の、電気使ってる人は、欧州に比べて、7から8円キロワットアワー程度高い電気代で買い取らないとダメなんですと。つまり、結論から言うと、自然条件的に、洋上風力発電は日本に向いてないと。いうことを東大の公共政策大学院は言ってるわけです。そんなに風吹いてない。吹いてない。向いてないってことなんですね。向いてないんだ。でもね、日本の場合、風が強そうな北海道とか、北東北、それでも、その程度なんですね。ないんですよね。それはね、ひどい話でしょう。でもこれがね、なんで皆さんが洋上風力って言ってるかというと、このフィット価格っていうのは発電形式、例えば太陽光発電とか風力発電とかそういうのによって、あとバイオマスとか発電とかいうのによって買取価格が全部違うんですね、種類によってね。で実は洋上風力発電ってすごい高いんです。だからみんな群がるわけ。で、そこで前お話したけども、再エネ議連を激怒させた三菱商事の入札っていうんで、2021年の12月に第1回目の入札をしたんですね。そうしたところ、三菱商事が 11.99 円から 13.26 円で全部取ったわけです。秋田沖のね。で、2番手の日本風力開発は23円から 22.3 円ということで、まあ10円近い差があったと。で、
落札できなかった企業から粗利ベースで3割は抜こうと思ったのに、なんで三菱商事こんなことするんだっていうんでね。でも三菱商事はそんなねめちゃめちゃなことしたわけじゃないんです。結局彼らはヨーロッパで洋上風力発電やってるんで、普通にコストを弾いて、うん、これでいけるよねっていうことで出したんですよ。彼らは誠実にちゃんと計算してやったっていうことなんですね。ところがこの3割は抜こうとしてた人たちはスカッと来たんです。スパッと入れられたんで頭に来たわけです。そしてロビー活動に走ったんですね。2022年の2月に、風力発電協会、代表理事加藤さんという人は経済産業省と国土交通省に対して入札ルールを変えろと言ったと。それでまずですね、それは何かというと、応札したつまり入札に参加する企業の計画の審査で稼働時期の速さを重視せよと言ったと。まずね。でこれは加藤さん、その会長さん、代表理事は日本風力開発の副会長だったと、それから、やはりこの協会の副代表理事の払川さんは、前回と次の公募の累積で例えば3割に制限してしたらどうっていうことで、要するに総取りはけしからん、総取り禁止してくださいと。でこの人は副代表理事なんだけど、払川さんは実は日本風力開発の関係会社であるヨスエンジニアリング&サービスの最高顧問だと。つまり全部日本風力発電協会というのは日本風力開発の関係者だということなんですね。そして、こういったロビー活動をして、再エネ議連が洋上風力発電所に対しについて三菱商事に対してヒアリングをしたという、その結果ですね、大きな変更がされたと。まず、この発電所早期に開発運転開始する計画を提示した事業者に対してインセンティブをつけると。これ加藤さんの言い分ですね、それから複数の区域で同時公募が行われたいと時の、落札戦、つまりいわゆる総取り禁止、これは払川さんの言い分でしたね。そしてゼロプレミアム価格っていうのを新設して、価格競争を行わないようにしたと。じゃあこれゼロプレミアムって何っていうと、この前も申し上げたんですけど、例えばこうずっと買い価格がありますね、はい、そして、ゼロプレミアム価格が3円だったとします。そうするとじゃあ A 社は2円、B 社は1円で、C 社は3円とすると全員3円とみなすと、つまり最低このゼロプレミアム価格とみなすっていうことなので、結論から言うとこの3円でみんな値段が揃うわけですよね。差がつかないから、ところがこれ3円で買わないんですよ。なぜかっていうと、この買取価格っていうのは市場価格っていうのがあって、これで売電できるから、ここで入札して、はいみんな3円で入札しましょうねと、120点の満点でみんな120点もらいましょうっていうと、はい、あとは分け合いになるわけですね。 ABC で ABC で分け合ったけど、この電力会社東電とか東北電力に売る値段はこのオレンジ色の線なんですと。まさに談合なんですね。談合。そして、このこっちが変更前ですけど、ここが売電価格ね。ここもだから差つかないようにしちゃったわけですよ、ね、そして基盤面実行面安定供給は変わらないで、地域調整波及効果っていうのを17に減らして、迅速性早く市場に参入するよといった人に 8% の割合配点を変えてしまった。ここはもう結局みんなさっきで言えば3円で、差がつかないようにすると。そして要はここで新しい迅速性とかね、こういったところで早く手を挙げたところが有利になるようにすると。これこう地域調整波及効果っていうのを減らしちゃっていいもんなんですか？いや、よくないです。そうですよね。そもそも何ですか地域調整波及効果って？これだから地域へのそのなんていうかな、貢献度とか、貢献ですよね、うん、でそれが減らして、要はこの迅速性を入れるためにやったわけです、うん、でこのなんで迅速性を入れたかというと、日本風力開発は早くから手を挙げてたから、入札の時に有利になった。でもこれここまで恣意的なことをだけど
実際にルール設定責任者は経産省、うん、でそれそうです、ね、それに議連が圧力をかけて変えさせたということ、そういうことです、うんうん、であとそこで議連がと言われるとあれだから、あの日本あの風力発電協会ですかみたいな日本風力開発の人たちが作った団体があたかも学者さんのご意見のような形で言うと、うん、そしてそれに基づいて、価格はあで差がつかないようにして、迅速性のところが有利になるように制度を変える。だってロビングしてる人たちが特定のね、うん、その、入札者に関係してるわけでしょ。そうです、うん、そんなのダメじゃないですか。ダメです、うん、だからもうこれがまさに利権なんですよね。利権が、うん、絡んでるっていうことなんですよね、うん、でこれをやった後のこれ先週と一緒ですね、けどごめんなさい、これあの秋元さん逮捕された方ですけど、この人が早期にインセンティブをと言い続けてきた入札ルールが変更されましたよと、であので早期稼働に植えておく形に見直されることが本日N庁から発表されたと、で入札は、延期になって、しまうということですね。でまあここはヘリクと言ってると私はね。そうすると河野太郎さんは秋元大義士や芝山大義士のファインプレーって書いたわけですね。それに対して芝山さんはご支援ありがとうございます、なんか支援したんですかね、ご支援ありがとうございますと。こいつはろくでもないですね。そうでね、さらに芝山さんは今回行っている秋田県 の, その第2回目の入札、ね、から見直すという画期的なニュースだと、ね、再エネ議連で要求してきたことであるとも自分でおっしゃってるわけですね。評価すると、今後もどういう制度にすべきか検討提言を目指すということで、コメントをされてるわけです。そしてさらに、この日経新聞が再生可能エネルギー最優先の推進役として活動するっていう自民党の再エネ議連が会合で柴山さんが宣言したよと。でそこにいたのは、小泉進次郎さんですね、この会長代理で顧問は河野太郎さんだということなんですね。で、彼は、今日の電力需給状況を見ても加速が必要で、いやいや加速しちゃいけないんですこれね。で、この記事に対して河野太郎さんは提灯記事かどうかのリトマス試験、萩生田さんの名前が出てくるんですけどね、の問題意識である洋上風力機の黎明である今、価格は大事だけど様々なプレイヤーがにチャンスを与えろと言ってるんですけど、これは原井川さんの主張と同じことを言ってるわけですね。そしてさらに河野太郎さんは、加藤さんの、ね、主張、つまり、運転時期開始時期に触れてるかどうかと。第1回の三菱商事は運転開始が遅かったと。で、カーボンニュートラルの目標に対してほとんどないんだと言ってるわけですね。で、他のプレイヤー、つまり日本風力開発はもっと早く運転開始できたのだから N 調整について無視したと。価格優先じゃないと。で、価格優先っていうのはいかんのだということを言ってるわけです。でも我々にとってみれば安い値段で発電して買い取るってくれれば我々の電気代は安くなるわけですよね、はいはい、そうすると再エネ業者は風力業者は薄利になるけれども、薄利になると政治献金が減って困るような人たちがですね、おいしっかり儲けさせてやんなきゃダメじゃないかと言ってるように思ってるわけですよ。国民のため思うんだったら、その迅速性よりも安全性の方を重視するべきじゃないですか。そうですよね。でもそれをね、まあ、減らすような、まあ、地域への波及効果も含めて減らすような形で迅速性だけを入れたら、どんな手抜き業者がでもいいわけですもんね。しかも中国製風車が最近増えてますからね、気をつけなきゃいけない。五千歩譲って、うん、その早く、さっきの事業計画の話あったじゃないですか、うん、だから、まあ、早く稼働することに加点するという発想を仮に入れたとしてもですね、うんはい、この値段の方でこれ以下は全部一緒っていう、うん、それはありえないはず。ありえない、これは絶対入札じゃなくなっちゃう、入札じゃなくなっちゃう、それはとんでもない詭弁ですよ、うん、そうですね。だからそれは価格は価格できちんとした競争があって、でその要素は 50% だと、うん、でまあ加えてね、まあ、事業計画上いつから稼働できるかという点も一応要考慮に入れると、そのポーションが入るだけだったらまだね、まだね、まだね、だけどその価格競争を無意味にすると、うん、
でその特定の企業にとってアドバンテージのあるものを無理やり入れると、うん、これはものすごい恣意的な利益誘導じゃないですか。そうなんですよ、うん、だから本当にこういった問題がね、再エネ議連を中心にこういったことが動いてるんだということなんですよ、うん、問題ある行為がね。で、まあ、結局これで、逮捕者になったわけですよね、うん、ここに書いてますけれども、あの会社の幹部に、この逮捕された脇塚前社長が会社の幹部にお願い通りに国会質問してもらったとメールで連絡してるとか、ね、証拠いろいろ出てきたわけですよね、うんうんうん、そしてあの陸奥湾の洋上風力とか、まあ、こういったことについて、防衛関連、まあ、防衛上ものすごい問題があるわけなんですけど、これを理由に過度な規制をかけるなと求める質問をしたと。で、これは全部あの青森県の陸奥湾での洋上風力をやりたい日本風力開発にとって有利なことをやったわけです。だからお願い通りに国会質問してもらったと伝えたと。で、秋元さんはまあこれに対しては容疑を否認してるということなんです。で、この秋元さんが逮捕されてね、島山さんが何て言ってるかというと、こう堂々と言ってるけど、一部のものの利益を図るものではないと言い切ってね、全ての提言などは精査されたもので問題があったとは認識してないんだよって言って、それでさらに再エネ政策は後退させないよということをはっきりとこれはおっしゃってるわけですよ。ちょっとこれあの質問した方がいいね、この人ね、こんなこと平気で言うんだったら、うん、価格の要素を無効化するっていう根拠はどこにあるんですかということです。どんな理屈を持ってきてもそれはありえないでしょ。ありえないことを平気でやっていて、特定の企業に有利になることはしてませんと、これはおかしいでしょ、うん、おかしいですよね、うん、だって価格の要素って絶対譲れない大きな要素であることは明らかじゃないですか。それが資本主義じゃないですか。それが資本主義ですよね、うん、そんなことしたらいつまでたったって再エネ賦課金減らないってことになっちゃう。そうです、はい、そうです、うん、でね、さらにあの河野太郎さんなんでここまで熱心かというと、ドン、これ日本短紙のホームページ、これね、日本短紙ってね、うん、ホームページ全部リニューアルしちゃってね、もうこれ削除されたページなんですけど、ここにね、しっかり書いてんですよ。環境に配慮したエネルギースマートインフラに貢献って言っててですね、やっぱりこういった太陽光パネルが出てますけど、それの太陽光パネルは作ってないんですよ。だけど太陽光パネルに使われる部品をお作りになってるということを、はあ、削除前の日本短紙のホームページは出てたんです。そうなんですよ ね、それからさらにこれドンと、ね、これも、日本短紙のホームページですけど、まあ、ここにこういった製品とか、うん、ここに彼らのこのどういう用途で使われるかとかね、短紙の部分、ね、だからやはり再エネ賦課金が、再エネ賦課金じゃない、ごめんなさい、太陽光パネルが売れれば売れるほど、うん、この会社の太陽光パネルに使われる部品の売り上げ数量は増えるはずなんです。で、じゃあ日本短紙、彼のお父さんが会長をやってて、河野洋平さんがね、それから弟さんが社長じゃないかっておっしゃるんだけど、政治資金収支報告書を見ると、この日本短紙から、河野太郎さんが、うん、責任者をやってる自民党だったと思いますけど、政治団体だと思いますけど、そこへ私が見た時は年間400万円の寄付がされてるわけですね。やはりありますねと。あとレーダーの問題ね、日本風力開発の問題なんですけど、まあ、風車がレーダーの前に回るとですね、まず一つ目の問題は送信波がこれによって遮断されて、敵のミサイルとか敵機が見つかりにくい。それから、多重散弾といって、電波がぶつかって他の方に偽のエコーが出ちゃうんで、誤った敵機の位置とかミサイルの位置を観測してしまう。さらに最悪なのは反射波っていうことで、風車に当たって跳ね返されてくるとレーダーが破損したり壊れたりするわけなんです。なので、英国ではですね、ごめんなさい、防衛省が発表してるのは、影響は最大100キロ及ぶんだよということをおっしゃってるわけですよ。こういう状態なんですね。そしてだから、探知目的で、ある、こういった影響がいろいろ出るんだよと、うん、そしてじゃああと駆け足でいこうか、はい、で
住民説明会をやるんですけど、再エネ法の立て付けではですね、もうこれ住民説明会っていうのはアリバイなんですよ。手続きの上でやれば、住民が反発しようが反対しようが関係なく進めてくだいいですよっていう法律になって、それおかしいよね。それおかしいです。何のためにやってるんですか。アリバイだけなんですよね。そう、だから住民とか自治体が計画段階から関与できる法律の改正が必要なんです、うん。だから僕は住民説明会と呼ばずに住民説得会って言ってるわけですね。で、結局風力発電の良いことしか言わない、うん、それからシミュレーションを出したり、それから大学が言ってるって言うんですけど、実は大学に日本風力開発は寄付講座なんかを出して、ね、京都大学なんかにね出してて、だからお金をもらえばそれは大学の研究所だって業界の言い分を代弁するわけですよ、うん。だからお金と紐づいてるわけだから、あまりこう心理不平性はないよねっていうこと。それからここでね、大事なことがあるんで少しお話をすると、風車から発する低周波と健康被害っていうことが欧州ではもう問題になってるんですよね。で、睡眠障害とか睡眠の遮断、頭痛、耳鳴り、めまい、吐き気、かすみ目、頻脈、イライラ、集中力いや記憶力の異常などが報告されてますよと。で、これは遮音壁とかガラスで防げないということなんです。で、もう結局だから我慢して暮らすか引っ越すしかないわけですよね。で、まあこういうようなことが起きてる、うん。そして、もう一つの問題は距離です。イギリスのね、場合は遠浅なんで100キロから160キロぐらい離れたところに有料洋上風力発電所を作っているものが多いんですね。全部がそうじゃなくて、沿岸の近くにも少しはあるんですけど、統計を見てみると、インペリアルカレッジが調べたのを見ると、ほとんどが100キロから160キロ離れてる。ところが日本の場合は急に深くなってる、特に日本海側ね。なので、うん、大体ですね 2.3 キロぐらいしか離れてない。目の前じゃん。目の前なんですよ。駅より近いもん。そうなんですよ。一駅ぐらいですよね、本当に 2.3 キロって、うん。で、洋上風力の疑念っていうのは、まあ我々再エネ賦課金払ってるわけですけど、まあ懸念国がここで会社、子会社作って、で、風力発電をするとまた当然高値で買い取りますねと。そうすると、電気代が高くなると。それでまた再エネ議連さんは政治献金をもらって儲かると。さらに、まあいろんな要請があって、しかも外国系であれば税引き後の利益って配当で払い出せるんで本国へ送れると。例えば中国でいうとね、極めてアンフェアなんです。なぜかって言ったら、中国で儲け、日本企業が儲けたお金って全部持ってこれないでしょ、うん。ところが日本で中国企業が儲けたものを税引き後の利益でみんな向こう持ってけんです。なんですよ。これだと本当に一般消費者が一方的に搾取されていることなんですね。そういうことなんですよ。それで中国にプレゼントして。しかもね、風力発電のさらにけしからんのはこれなんですよ。健康被害。これまでついてくるよということなんで、止めなきゃいけませんねということを申し上げたいんですね。健康被害出ます。以前この番組で土佐清水市 その住民の8割が反対している風力開発、風力発電を推進しているっていうので視聴者様から連絡があって、なんとかならないかということだったんですけど、経産省からその土砂災害の危険性がありますので、この土地は向いてませんよっていう、そういう勧告まで出てても、住民が反対してても止められないっていうのは止められないんですよ。なんでなんですか。だから法律の立て付けがおかしくて、とにかくこれを住民説明会を開きなさいと、はい、それで説明をしなさいと。そこで納得しない関係ないよね。はい、やりました、はい、手続き終わり、はい、終わりって進めていけるような法律になってるからダメなんです。やればいいっていう、とにかく開けばいいと、やることありきになってる。はあ、そういう方立て付けだからなんですね。あとね、太陽光パネルと同じで、風車もね、事業撤退した場合そのまんまになるんですよ。それからさらに火事の問題もありますね。火事の問題も、じゃあ具体的に、じゃあイメージ湧かないよっていうからお見せしましょう。ね、これ、それから、いやいやいや、これね、見てくださいね。それからこれね、それからこれ、あれ
どういった、これですね、これはね、静岡県の唐津ですね、佐賀県の唐津ですね、ごめんなさい、こういうのね。でさらに風車が風に当たって曲がったり落ちたり折れたりするんですね。で、それはどういうことかというと、これ折れたね、それからこれ、それから日本でも起きてます、これは六ヶ所村、はい、それから、これもそうですね、タワーね、それから、次は淡路島、なんだ、これからこれは、これも青森県ですね、ということなんです。結構あるんですね。結構折れてるんですよ。ね、うん、これね、結局すごい突風が吹くと風車がマッハの速さになって耐えきれなく設計値を超えてバーン行くんですね。でこういうことが実際に起きてるんで、画像でお見せしました。で 2.3 キロなんてすごいでしょ。ね、もう全滅でしょ。ね。ね、で最後にもう一回大事なことで言いますけど、さっきのね、山岡さんのお話もあったんですけど、うん、再エネを大量導入すると結局ですね、何が起きるかって、ドイツで起きたことですけど、2020年の7月5日には、再生可能エネルギー、水力、バイオマス、風力、太陽光は全体の 79.9 だったんです。だから冬になって12月10日になったら 16.5%。だから約5分の1に落っこっちゃったということなんですね。はい、で、じゃあ、これ何が起きるかっていう、じゃあ何があるかっていうと、じゃあ、今日雨が降ってるから電気なしでいきましょうとか、風が吹いてないから電気なしでいきましょうっていかないんで、その再生可能エネルギーの変動に対応するために、原子力、石炭、火炭、石油、ガスなどの非再生エネルギーの発電手段を必ず残さなきゃいけない。だからその維持コストがかかるんで、高くなっていくわけですね。なんかもう感ですよ。論理破綻してるじゃない。そう、もう、うん、だからもう自分たちが目先の金儲けるだけなんですよね。うん、もう絶対罰当たるよ。罰当たる。もう日本中ね、こんな自然破壊して、うん、で金儲けだけでしょ。で実際こうやって完全に論理破綻して代替エネルギーになってないじゃないですか。なってないです。うん、だって今のものをバックアップとして残さなきゃいけない代替エネルギーで、代替エネルギーって言わないでしょ。本当ですね。代替エネルギーの代替エネルギー、なってないです。なんだよ、なんだそれって、本当になりますもんね。ここまで論理破綻するすごいね。だからもう逆に言うとね、これね、ここからね、原子力文化財団の資料ですけど、太陽光発電は時間と電気で発電量、夜発電しない、雨の日は発電しない、風力発電は風の強さで発電量が変わりますって指摘をされていて、だから電力需要に応じた発電方法っていうのはポートフォリオを組んで、原子力、水力、地熱をベースにして、風力とか火力とかを下に土台にして、そして太陽光を乗せるようにしなければダメですよねっていう。だからやたらめったら太陽光を増やすと、さっき言ったようなバックアップがすごくかかっちゃうと。で、この前もお見せしましたけど、ね、火力発電所対太陽光だと2600倍、火力発電所の方が出力するわけですよ。同じ面積でね。で、最後に、最後のスライドですけど、だからバランスよく組み合わせたエネルギーミックスが必要となるということなんです。だから、太陽光パネルを、まあ、家でつけるとかいう、個人の趣味でね、つけるという人にどうこう言ってるわけではなくて、やはりこういった大規模自然破壊とかを引き起こしたり、健康被害を引き起こしたりする火力発電、風力発電、まあ、こういったようなものはですね、制御していかないとダメですよねっていうことをね、再度確認したということで、すいません長くなりましたが、第3回目はこういうことでございます。わかりやすかった。網羅的だったけどもね、まあ、改めて本当にひどいなということですね。以前高田純先生と、こういう話になって、その日本のベストエネルギーミックスは何かということを計算していただいたことがあるんですよね。まあ、高田先生は原発推進派なので、まあ、原子力のポーションが高かったんですけども、まあ、もちろんその核融合の方に投資しながらですね、はいはい、であと小型モジュール炉とか、まあ、もちろん危険性ということは考えながらですね、きちんとそのエネルギーミックスを考えて、でそして太陽光だとか風力っていうのは本当にむしろだから補助的な方でしょ。
だからそうです、メインのものがダメな、例えば災害時に、はい、ね、あのメインの電源が切られてしまったという時に補助的に稼働しますとかっていう、そういう位置づけでしょ。そうです。将来よっぽど技術開発が進まなければ、うん、だからそれ真逆にしてるからとんでもないことになるわけですよね。そうです、うん、まだなんか蓄電とかのね、そういう研究の方にお金をかけてくれた方が、うん、まだいいんじゃないですか。でも金儲け、結局は国民の金を全部自分たちが横取りして、うん、かつ外国企業に貢いで自分たちは献金をもらって、そのためにルールの、あの変更まで押し付けるということ。そうなんですよね。で、あの柴山さんって言ったら埼玉議連の会長でしょ。そうですよね、うん、で埼玉でどれほどの問題が起きてるか。そうです。他にも問題だらけですよね。これ動かないんですよ。うんうん、国会議員 で県連会長でありながら、もう知らんぷりしてるんですよ。はあ、本当に、あのやっぱ代議士をね、もう一回全部リセットしないとダメですね。もう理念も何にもない、はい、その学歴だけあってもね、理念も、うん、信念も何にもないという印象を受けますよね。ね、でちなみにね、さっき の、 あの日本大使の河野太郎さんの話あるじゃないですか。うん、であれここで話したこともね踏まえて僕は記事を書いたわけですよ。でそれを花田プラスで掲載して拡散したんですよ、うん、はい、そうしたら月刊花田のアカウントが河野さんにブロックされてしまう。なるほど。この間早いですね。だって出版社ブロックするんだよ。 であの月刊花田がブロック、河野太郎氏にブロックされた理由はおそらくこの記事ですとか言って、どの記事だろうと見て、俺の記事。びっくりしました。というわけで本当に名誉なことです。いやだけど、まあ腐り切ってます ね、本当にね、もうやり直すだけどうしようもないです ね、うん、と思います、はいはい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ではまた次のセッションでお目にかかります。